パワープラネット TV の白石はじめです。3月11日の東日本大震災から半年が経ちました。ちょうど半年にあたる9月11日から9月19日までの1週間、脱原発アクションウィークと銘打って全国でさまざまなデモや集会が行われていることをご存知でしょうか。今日はこのアクションウィークのイベントの中で最も規模が大きくなると見られている9月19日のさようなら原発5万人集会の呼びかけ人の一人、エルポライターの鎌田聡さんがゲストです。今日は鎌田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お話に入る前にまずは1週間のニュースです。国際 NGO のプランジャパンは11日、千代田区の秋葉原で東日本大震災で被災した宮城県内の小学生が撮影した写真展と中学生が制作したビデオ作品の上映イベントを開催しました。ビデオ作品を制作したのは七ヶ浜町立七ヶ浜中学校の生徒会メンバー9人、アワープラネット TV のスタッフから指導を受けながら避難所生活で感じた疑問点や津波警報が聞こえにくい場所があったことなど自分たちの感じたことを10分の作品にまとめました。何年かに1回しかないこの地震を取材して今回だけにとどまらずに、未来へどんどん残していく、今回経験して得たものを未来に残していけたらいいと思います。3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故から半年となった9月11日、北海道から九州まで50カ所以上の町で脱原発を訴える集会やデモが行われました。東京では明治公園や新宿でデモが行われたほか、およそ2000人の人が経済産業省の周りを人間の鎖で取り囲みました。また経産省前では19歳から22歳の若者4人が原発の再稼働に反対しハンガーストライキを始めています。9月11日から19日までの9日間、脱原発アクションウィークと銘打ち全国各地で数々のイベントが企画されています。放射性物質を含む汚泥を南本牧にある廃棄物最終処分場に埋め立てる方針を発表していた横浜市は14日、周辺住民などの抗議を受け埋め立ての延期を決めました。今回市が埋め立てを予定していたのは市内2カ所の下水処理場にたまった汚泥焼却灰2700トンで、放射性セシウムが最大6468ベクレル含まれています。横浜市は9日に登記を発表しましたが、周辺の住民に対して事前の説明会などは開催していませんでした。国は汚泥の埋め立て基準を1キロあたり8000ベクレルとしていますが、基準値が高すぎるなどとして汚泥の登記や埋め立てに対し全国各地で反対の声が上がっています。以上、ニュースを3つお伝えしました。では改めてゲストをご紹介します。エルポライターの鎌田聡さんです。よろしくお願いします。先ほども冒頭でお話した通りに、今週1週間、脱原発アクションウィークということで、もう全国本当に100カ所以上の場所でいろんな、イベントが開かれているんですが、その鳥といいますか、最終日の19日に東京の明治公園で、5万人集会というものを呼びかけられていらっしゃいますが、まずその集会の話をしたいんですけれども、その前にですね、鎌田さんといえばとにかく40年近くにわたってこの原子力の問題というのを取材されてきたということで、そもそもこの鎌田さんとその原発っていうのはどういったその接点というか、どういった形でその取材をされていたんでしょうか。そうですね、フリーになって最初に書いたのが公害の本でして、70年代初めは公害が盛んだ、反対運動がですね盛んだったんですね。その延長線上で原発の、問題に入りまして、それで、最初に行ったのは新潟県の柏崎の原発反対運動、海岸線に今巨大なのが7基ありますけど、まだもちろん形も何もなかったんですけど、住民たちはこんな海岸にそんなの作れるわけないっていうんですごい怒ってました。その反対運動から始めたのが70年の初めぐらいでして、その前は今問題になっている再処理工場がある青森県の六ヶ所村の、取材で、そこは巨大開発というふうに言ったんですけど、その中になんとその
核センターが全部入ってたんですけど、発表されていなかったんですけどね。ですからその開発反対運動が、今から考えればの原発反対運動につながっていく運動であったんですけど、その運動はずっと細かく取材して書いてまして、それでその時にその核の計画もあったってことも、書いてました。だからまあ70年の初めから、柏崎、まあ、六ヶ所柏崎、それから四国の伊方に行きました。ここはあの対岸があの広島でして、はい、広島の原爆が落ちたのを見た人たちがやっぱり反対してました、うん、まして瀬戸内海狭いですからね、あそこでまた原発を作るっていう、そういう、今から本当に懐かしいんですけど、いろんなところでそういう反対運動があって、いろんな人たちの顔を思い出すんですけど、そういう反対運動があったところに原発が作られたっていう、まあ原発反対運動を潰して原発が作られた、ですから歓迎されて作られたもんじゃないんですよね、うん、みんなから来てくださいって言って歓迎されて、それでそこの地域を発展させて今も仲良く暮らしてるっていうんじゃなくて、全くその地域と切り離れたところで、まあなんとなく怖い感じでいて、それで、原発の方はこのもみでを吸っていつも接近してくるっていう、しかし、まあ、議会も全部影響されるっていう、そういう関係、すごい不幸な関係ですね、うん、原発と住民っていうのは。もうそもそもその、まあ、あの今はもう54基ということで、多い、まあ、たくさんの数が、あのもう本当に日本をこう囲むようにあるわけですけど、ね、まさにその最初の頃から計画の、あのできている時からそういう形で見てらして、で、まあ、あの鎌田さんは全ての原子力発電所に足を運ばれて、まあ、全てこう足を運ばれた中でどういうことを、まあ、今おっしゃったようにですね、まあ、どこもその歓迎されているところは一つもないということなんですけど、他に何かどういうことを感じますか？そうですね、ですから、原発があの作られなかったところ、反対運動で原発を、追い払ったところはその原発がないっていう、ものすごい不思議な構図で、原発に負けたところに原発があって、原発を追い払ったところには何も原発がないっていう、だからその追い払ったところの歴史はもちろんそこに人間が住んでるわけですけど、反対闘争の歴史が消えてしまってるわけなんですけど、例えば最近ですと新潟県の町とか、はい、それから能登半島の珠洲とか、それから三重県の芦浜とかで、古くはですね、そういう箇所がいっぱいあるんですよね。それはだから消えてしまってますけど、だから日本の原発はその、まあ10カ所ぐらい反対運動で潰されていますけど、そういう、負けたところと勝ったところがあって、それが54基、それも、アメリカですと、まあ、100基あると言いますけど、アメリカの面積は日本の25分の1ですから、日本の25分の1のところにアメリカの原発の半分があるっていう異常な事態ですね。海岸線がずっと原発になっていて、そこから54地から大きな川みたいな温排水がどん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 太平洋と日本海に、今でも、まあ、7度ぐらい高いんですけどね、それが海水にどん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 放流されているっていう、想像してみると本当に日本列島の海岸に原発があって、そこから川のように、暖かい、7度高い温排水がずっと海岸線を覆っていく、だからそういう存在なんですよね。安全とかなんかと、言ってもそこの生態系も全部変わってしまいますしね、海藻の姿も変わってしまうし、枯れてしまうしとか、そういうことがずっとあったわけですね。本当にそうですよね、まあ、だからこそ一箇所に7基もあるような場所が、まあ、できてる、他にないからです、ね、引き受けところがないから、もうこれからももちろんありませんしね。異常ですよ、一箇所に100万キロワット以上のが7基も並んでるっていう、まあ、本当に一箇所にこう凝縮して、しかも日本列島をこう覆うように、まあ、あるわけなんですけど、まあ、40年間そうやってこういろんな、まあ、立地、原発立地の、まあ、地域を歩いて、それから反対運動があって、まあ、立たなかったところも行ってらしてっていうことで、まあ、本当にずっと反原発の立場で、まあ、ルポを書かれてきているわけなんですけれども、ね、はい、鎌田さんが、まあ、書かれている本の中で、その
大きな事故が起こるのと、うん、脱原発で原子力発電所でその、うん、その脱原発が進むのと、うん、まあ、どっちが先なんだろうというような問いかけをされているものがあったんですけど、事故が起こってしまいました。今回その、まあ、地震があってですね、この大きな事故を、まあ、すぐお分かりになったと思うんですけれども、うん、どういうことをお感じになりましたか？そうですね、その脱原発は事故の前にやっぱり事故の前に脱原発しなくちゃいけないっていうのは、まあ、10年前に書いた本で書いてるし、その10年ぐらい前はやっぱり放射能っていうのは匂いも音も何もないってことを書いてるんですけど、ですから書いてきたけど、まあ、何もならなかったっていうような感じがすごく強くて、まあ、挫折感といいますか、結局やっぱり本気で反対運動やっていなかったんだなというのが反省ですよね。書いていたけど危ないとか、それからまあ大体反対していた人たちの姿とか生活とか、それから潰されその買収されて潰されていた人たちとか、そういうことをずっと書いてきたんですけどね。でもそういうことを書いていても、結局その防ぐ事故を防ぐってことにはつながらなかったわけで、反対の人たちも もちろんいたわけですけどね、やっぱりその人たちともっと強い、原発をなくするような反対運動をちゃんと、力入れてやってなかったんじゃないかっていう、そういう反省が強かったですね。うん、今ちょっと福島第一原子力発電所の、まあ、事故後の様子ご覧いただいてるんですけど、まあ、実際まあ、本当に大きな事故に、なってしまっていて、で先ほどおっしゃったように放射能見えない見わないという状況ですけれども、まあ、そういう中で鎌田さんとしては、まあ、今本当に無力感というか、まあ、私が聞いた限り本当に今まで原発の運動をやってた人ほどそこのところのなんていうんですかね、強いこう、悔しさと、それからなんかやりきれなかったっていうようなところがあるようなんですが、だからむしろ無関心だった人間の方が、まあ、問題というのもありますけれども、まあ、こういったその、まあ、大きな事故になってどういうふうに、まあ、この半年間ご覧になっていらっしゃいますか？だから、まあ、今の絵にも現れていますけど、ああいう人たちがああいう、まあ、防護服みたいなの着てますけど、やっぱり人間がよろしくないわけで被爆してますよね。それから、まあ、こういう事故で本当にいろんな人が被爆して、まあ、自衛隊の人も消防隊の人も多分、まあ、いろんな形で被爆していると思いますよね。だからそういう人間の生命と健康に危ないものが厳然としてあって、それも事故ばかりじゃなくて普段からですね、日常的な仕事の中から危ないし仕事があって被爆していて、いろんな、まあ、がんとか白血病になっていて、そういう人たちを見捨ててきていて、それに気づいていても止められなかったという、うん、つまり無関心な人が気がつかなかったのはある意味じゃしょうがないんですけど、気がついていた人はもっと大きい声でやっぱり叫ぶとか騒ぐとかなんかして止めるべきだったと思うんですね。すると無関心な人たちもだんだん気がつくけど、やっぱり気がついてる人と無関心な人の間が空きすぎてましたよね。それが今度の事故で、まあ、ようやく埋まったわけですけど、それはしかし喜ばしいことではなくて、何も事故がなくて無関心のままの方があれは良かったかもしれないわけで、まあ、それはまた事故に、まあ、つながるわけなんですけどね。でも気がついていた人はやっぱり大きい声出して、気がつかなかった人たちに少しでもなんか気がつくようにしなきゃいけないっていう、そういう義務がやっぱりあったんだと思います。その義務を怠っていたと思いますね。そこ被爆者のこととか、被爆労働者とか住民とか、これから子どもたちとかというのを考えると、本当にもういてもたってもいられない、走り回って叫びたいとか、そんな感じになりますよね。ただ原発の場合はその気づきにくい構造というか、それをやっぱり、まあ、巡るメディアも含めてですね、環境的にやっぱりなかなかこう広がることが、まあ、これまで難しかったというのは現実としてあると思うんですね。だから鎌田さんも、まあ、たくさん取材をして本書かれてますけど、他にすごくたくさんそういう方がいるわけではなしと考えると、やっぱりそこのところの難しさが、まあ、今回どう乗り越えられるのかっていうところもあると思うんですけど、そうですよね。やっぱり
圧倒的な宣伝力に負けたでしょうね。学者からマスコミから企業から政治家からみんな安全だというふうに言ってるわけですからね。ですから私もいろんな自治体回って原発についてどう思うんですかっていうと、いや国が安全だって言ってるから安全なんだっていう自己判断しないわけですね。国全部国の責任にしてしまって国が安全だからいいんだっていうそこで、思考停止してしまっているわけですけど、だからそういうふうにみんな思考停止してたんですよね。で反対派の人はもちろん、まあ、確か少数だったし、それをマスコミでほとんど取り上げられなかったわけで、私の場合は、まあ、小さい雑誌とか単行本で書いてきたわけで、ずっと、5冊ぐらい、六ヶ所村とかいろんなこと書いてきましたけど、でもやっぱり影響力がなかったってことは褒められるわけではないわけですからね。だから全部私は原発絶対体制というふうに言ってるんですけど、政治家も経済界も、お役にも官会もですね、マスコミも裁判所も全部一体化していた原発が安全だっていうことを、どんなに裁判で訴えても最高裁では原発が安全だってことになって、危険だという意見を全部潰してきたわけですね。なんかでも今聞くと、なんか最近は放射能も安全だっていうような話になってきて、まるでなんかこう同じというか、そういう意味ではなんかとても恐ろしいなっていう気がしますね。反論の、だからそれは罪が大きいと思いますよ、そういうことを言うの。まあ、それは放射能治療とか、それから温泉とかですね、ラジウムとかそういうことでそれはでも全然例が違うでしょうって。例えばテレビレントゲンだって撮らない方がいいわけで、少し最近は少しでもレントゲンをですね映さないようにして、レントゲンの場合はデメリットもあるけど病気を早く発見しなくちゃいけないっていう、そういう、まあ、メリットもありますよね。原発の場合は何もないわけですか、人間にとって。いや本当に、まあ、そういう中で、まあ、非常にこうガチッとこう固められている中で、まあ、これだけ大きい事故が起きてしまった。そうですね。まあ、鎌田さんは、まあ、今回ですね、すごく大きな数字、まあ、後ろに実はポスターもあるんですけれども、さよなら原発1000万人アクションということで、1000万人の、まあ、署名を集める、それから、19日に5万人の集会を企画するということで、呼びかけ人もですね、大江健三郎さんとか、そういった9名の方々がされてるんですけれども、今回どうしてそういうですね、これだけのことをその呼びかける必要があるという感じだったんでしょうか。やっぱり影響してるのは沖縄の人たちの大きな集会は、私も何度か参加しましたけど、あれは影響されました。つまり、沖縄2,30万ぐらいですけど、やっぱり10万人近く集まる、10分の1ぐらい集まってきて、それがやっぱり、番車をした人たちもみんなやっぱり集まってきてるわけですから、そういういろんな人が今まで行きがかりも全部超えてとにかく集まって、抗議するとか、あるいはいろんなところから集まってくるとか、そういうことがないとやっぱりなかなか理解させられない、この無責任な政治家たちに理解させられないという。それは沖縄は、完全に成功したとは言いませんけど、成功しつつあるわけで、それとこの原発で本当にこれからの子どもたちにもずっと代々影響することを今叫ばなければしょうがないと思いますからね。だからこれはとにかく全国からいろんな人たちが、年齢も問わずいろんな人が集まってきてやる。ですからこれは沢地久恵さんがおっしゃっていたんですけど、とにかく1円ずつのカンパを集めて、1000万やると1000万円の資金があるから、それで運動できるっていう、とにかく子どももとにかくみんな、1円出して運動に、をやろうっておっしゃってるんですけど、1円ずつ集めると何千人という人が、何千何万人の人たちがお金を集めなきゃいけないわけで、ちょっと現実的には不可能なんですけど、でもやっぱりそういうつもりです。とにかく今までの100万とかそういう単位じゃない、1000万人とか、2万と3万じゃなくて、もっと5万人、本当は
も50万人ぐらい集めなくちゃいけないわけで、デモでドイツのように、ね、ドイツフランスで事故が起こって20万人30万人集まっていて、当事者の日本で全然ですね、そういう大きなあの抗議の声が上がってないわけでしょ。それがとってもなんか残念なことで、やっぱりこれから変えていかなくちゃいけないと思うんですね。やっぱり、うん、あの嫌なことは声を出していくっていう、うん、そういうなんか、うん、ルールというかしきたりというか、うん、構えを作らなくちゃいけないと思ってます、うん。まあ、あの日本の場合ですね、なかなかその、まあ、社会運動とか、うん、いろんな、まあ、もちろんデモなんかもですね、うん、ドイツとかね、まあ、フランスだとこうカジュアルにみんなまあデモに出るわけですけども、日本の場合だとやっぱりこうまだまだデモに参加したことがない人がほとんどですし、まあ、今これ見ていただいているのは、新宿に集まったあのデモですけれども、まあ、今回ですね、まあ、本当に初めてデモに参加するっていう若い人とか、まあ、お母さんお父さんも増えているんですけど、ただまだまだそういった意味ではこうなんですかね、ちょっとこう距離を持たされているというか、あのそういうことは否めないかなと。メディアでもですね、ほとんど取り上げられないんですよね。そうですね、あのマスコミが弱いですよね。やっぱりあの周りを気にして生きてるっていうのが日本の場合強すぎると思うんですね、うん。やっぱり個人であの自分の意見で生きる、自分で行動するっていうのは、うん、やっぱりあの地域の共同体の中で阻害されてきましたから、うん、だからこれからはそういう、まあ、若者たちがどんどん現れてますよね。だからこういう若者たちがあのいろんな自己表現するっていう、そういうことがだんだん開かれてきたと思います。だから今度の集会もあのとにかく個人参加で集まってくるのがあの多くなって、例えば私の友達です と、青森からご夫婦で飛行機で横断幕を作って持ってくるとかですね、うん、そういう、まあ、楽しみながら飛行機でご夫婦で横断幕もう切符前から買っているわけなんですけどね、だからそういう人たちがやっぱり来るっていう、そういう新しい時代をやっぱり作っていくっていう、そういう運動でもあると思います、うん。そうですね、今ちょっとなんかいっぱい警察が映ってる映像があって、まあ日本の場合もデモもこうあの公安条例とかで狭くこう、なるべくこう、まあ、広がらないようにとか、あるいはこの時はですね、先週のデモなんですけれども、あの外から自由に参加は禁止って言って、あの通りを歩いてる人が中に入れないと、デモ隊に入ったら今度はトイレに一切行ってはいけないっていうことで、まあ、いろんなこう言い方でその市民の人たちにこうプレッシャーをかけて、まあ、結局この時は12人の方がまあ逮捕されるって、まあ、普通に歩いてる方がこうやって捕まっていってる形なんですけど、そういった意味では次はまあ5万人ぐらいのまあ人が集まってね、5万人が集まればね、こういう警察のちょっかいとか弾圧はそうできなくなりますから、それは本当にそうだなと思って、それだけ人数が集まれば、まあ、なんかこう狭くしようと思っても、そうするとなんか夜中の12時ぐらいまで歩き続けるみたいな感じになってしまうので、証言の自由ですからね、やっぱり証言の自由を規制するってことは警察できない、やっちゃいけないことですよ、うん。何もあの暴力行為してるわけじゃないし、それをなんか、まあ、警官に触ったとかなんかぐらいで逮捕するっていう、そういうことはやっぱり許されないですよね、うん、民主国家では。本当ですね、だからそういう意味ではね、もう海外のメディアとかもとっても、ね、驚いているところですけど、今度は次第にいっぱい来るはずです、ちょっとですね、この19日 の、 その場所がですね、結構全国から問い合わせがあるみたいなので、分かりにくいんですよね、少しね、ちょっとねご紹介したいと思うんですけれども、今回ですね、デモが集会が行われるのですね、こちら明治公園という、東京ですと駅がですね、千駄ヶ谷、それから、信濃町外苑前というですね、地下鉄の駅なんですけれども、はい、からだいたい5分ぐらいの場所に。そうですね、近いですよ、歩いて、ね、もう駅降りたらもう人がつながって歩いてますよ、この時は。そうですね、今回は非常に人数が多そうなので、駅を降りれば分かる、多分人についていけば分かるんじゃないかなと、心配ないです、いうふうに思います。で、この日はさすがに人数が多くてですね、一つのコースだとおそらく1日では終わらないっていうことで、3箇所あのコースがありまして、 A コースというのが、まあ、渋谷のですね、代々木公園まで歩くコースですね、青山通りを通って渋谷まで、はい、それから B コースというのはもう少し千駄ヶ谷の裏通りを歩いて、やはり代々木公園まで、もう一つのコースがですね、ちょっと上なんですけれども、新宿の
この新宿御苑をですね通って甲州街道の方まで歩くという、まあ、3つのコースなんですけど、まあ、今回はですね、本当に初めて参加される方、それから東京以外で、遠くから地方からもいっぱい来ます、っていう方がなんかたくさんいらっしゃるんじゃないですか。ですから暑いですから帽子と水とかタオルは絶対忘れないで持ってきてほしいんですよね。そうですね、あの多分ちょっと時間がかかるので、おそらく何かあの時間が潰せるものを持ってきた方がいいかなっていうような、そうあやとりとかですねとかお手玉とか、はい、うん、あの多分出発するまでに2時間とか3時間とか待つ可能性があるので、3時間はないですよ。2時間ぐらいですかね。2時間、いやそれは少しでも早く詰める。ですから集会自体は40分しかしないんですよ、ですから大江健三郎さんとか落合恵子さんとか、みんな4分ずつお話しして4分でどんどん変わっていて、それですぐあのデモに行くっていう、そういう感じですね。とにかくみんなが一緒に集まってみんなで動いていこうっていう、そしてまあ脱原発に向かって歩いていこうっていう、そういう集会で、まあそれ19日だけで終わるわけでもないし、とにかく原発がなくなるまで、歩き続けるっていう、そういう運動で早く決着つけるために、頑張ります。本当に、まあ、全国からたくさんの人がこの日に集まるといいですよね、はい、あの本当に今日は鎌田さんありがとうございました。またあの19日の日によろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、アワープラネット TV ではですね、当日明治公園の会場からライブ中継を行う予定です。で、あのもちろん、ね、会場に来れる方は来ていただいた方がいいんですけれども、もし、まあ、遠くにいらして会場にあのいらっしゃれない方はぜひそちらの方でですね、あの大勢の人が集まっている様子をご視聴いただければと思います。アワープラネット TV では企業からの広告を一切得ずに皆様からの寄付によって運営しています。ぜひ視聴者の皆様の支援をお願いいたします。来週はですね、若いドキュメンタリストを次々に育てている映画プロデューサーの大沢和夫さんがゲストです。では来週